んな戦いはやめよう、フォルテ。僕には君と戦う理由はない。うるさい。一体何があったんですか？少し前、隕石がこの地球に落下した。これがその時の映像じゃ。この隕石からは強烈なエネルギー反応が出ているんじゃ。わしは何か嫌な予感がするんじゃ。わかりました。急いで行って調べてきます。もしできるならその隕石を回収してくれ。はい。博士、修理の方はどうですか？こっちはもう完成じゃ。あと10分ほどでバッテリーのチャージも終わるじゃろう。博士、これは一体何だと思いますか？これ、そうか。これが隕石から出ていたエネルギー反応の正体なのか。しかしこんなものは初めて見た。どのような仕掛けでこれほど強烈なエネルギーが作れるかは不明じゃが、とにかくこんなものをワイリーが持っているとなると危険じゃ。早く回収せねば。しかしワイリーは一体どこに？もしかしたらまだ別のエネルギー反応が出ているかもしれん。レーダー室でトレースし直してみよう。ワイリーがまだ持っている可能性があるからな。まだ生きていたのか。これはロックン、急いで追ってくれ。あのロボットの正体がわからない以上放っておくのは危険だ。はい、行くぞラッシュ。しかし残念じゃが、もうお別れのようじゃな。まあ、あの世からわしの地球征服達成でも祝ってくれ。さらばじゃ。大丈夫か？君は？私の名はディオ。私はこの宇宙から悪のエネルギーを絶滅させるために生まれてきたものだ。
それはあの時と同じ。そう、これはこの惑星の言葉で言うと悪のエネルギー。今まで調べていて分かったが、エネルギー本体を手に入れたのはかなりの悪の心を持つ人物だな。これは悪の心を吸収して分身を作る。ここまで強力でしかも大量に増えていると。急いで止めないとこの惑星は悪のエネルギーで覆われてしまう。あのタワーにエネルギーの存在を感じる。しかしあそこに行くためにはバリアが邪魔だ。私は一足先に地上に残ったエネルギーを探し始末する。君は地上にあるエネルギーの供給の源を破壊してくれ。わかった、行くぞラッシュ。悪のエネルギーに侵されている。このままではロックマンは死んでしまう。はあ、君の心がまだ悪に奪われていなければこれで助かるはずだ。君の心の中が見える。君は今まであれほどに正義のために働いていたのか。君がいればこの惑星も安心だな。うん、どうしたロックマン。大丈夫だ、しばらくすれば気がつくだろう。私の仕事は終わった。もう君たちと会うこともないだろう。ロックマンのことは頼んだ。一つ忘れていた。うん？すまないが、頼みがある。ロックマン、しっかりして、ロックマン。ロールちゃん。やっただす。生きてる。そうじゃ、デュオ君が助けてくれたんじゃよ。デュオ。デュオならもう行っちまったぜ。ブルース。ロックマン、あいつから伝言を頼まれている。デュオから？何？ありがとうだってよ。デュオ。僕も。ありがとう、デュオ。